山本正幸は日本のシンガーソングライター。愛知県安城市出身。山本正幸は1951年7月11日に愛知県安城市山崎町に生まれた。学歴は次の通りである。本人の口述によると、作曲については幼児期に母親に連れられて週に一度訪れた映画館で鑑賞した。 東映時代劇の数々の劇とも音楽に強く影響を受けた。同時期に個人ピアノ教師からクラシック音楽を習う。その頃常時聴いた楽曲は父親が与えたクラシックの LP レコードからであるが大きな感動は寄せなかった。小学生時期には歌謡曲の作曲家吉田正、遠藤実の両巨匠に傾倒した。 中学生時期からはビートルズに熱中し、同級生とバンドを組み、一般的なオリジナル曲の創作を始める。1974年、NPB 中日ドラゴンズの応援歌、モエヨドラゴンズ、で作詞作曲家デビュー。同年、ドラゴンズ優勝記念曲、ドラゴンズよありがとうで歌手デビュー。その後、うぐいすだに、ミュージックホール、ひらけ、チューリップなどのヒット曲を発表。 テレビアニメ、タイムボカンの主題歌、劇とも音楽の担当をはじめとして、以後多くのアニソンに関わる。1983年にオリジナルコンサートを開始し、1988年発表のアルバム、山本正幸88以来、シンガーソングライターとしての活動を続けている。作詞については、ラブソング等への単一性はなく、死ンだ番章、広域、 多次元にわたり表現されている。オリジナルコンサート及びオリジナルアルバムにおいては、各シリーズで構成され、歴史シリーズ、美少女シリーズ、架空のヒーローシリーズ、ニューヨークラブストーリーシリーズ、宇宙哲学シリーズ他が発表される。別途に、長編シリーズと関して1曲が45分に至るものもあり、オリジナルコンサートでの中心部で歌唱され、後日アルバムとして、 CD 化されている。初のソロライブは、1970年8月に、西尾市免業会館にて上演された、山本正幸フォークによく似たコンサートであり、以後大学生終了まで、毎年、西尾市内の小ホールでライブが開催されたが、歌唱楽曲のほとんどがオリジナルではなく、既成のフォークシンガーたちの楽曲を、本人流にアレンジして上演されたことにより、 オリジナルコンサートとしてはカウントされていない。初のオリジナルコンサートは、1983年12月に新宿タイニー・アリスにて上演された、ペガサスが空を狩るであり、以降、アフロディテを海に残して、エグジットで文明期、天体図鑑と続き、直近の飛行原理へと繋がっていく。演奏スタイルは、基本が、 山本のアコースティックギターによる独演であるが、1990年頃より、バックバンド、ザ・サスキダーソナを結成し、時期に応じてメンバーを組み替えながら上演している。2002年4月から6月に第1回目が開催された全国ツアー。2から3ヶ月内の毎週末、北から南、あるいは南から北へと移動して上演される。開催地の規模により、 コンサートホールでの上演もあれば、会社会議室、ライブハウス、または講述するカラオケボックスでの上演と多様な形式をとる。上演開始前に山本が客席を回り、サイン、握手、歓談を繰り広げ、その後楽曲を歌唱する。終了後には記念撮影をし、場合によっては食事、宴会へと流れ込むことも少なくない。 二年後と、西暦の偶数年に開催され、2016年に一旦終了、2020年に復活の企画を持つものの、事情により延期。100から200人規模のライブハウスで上演される、アニソンのみのライブ。約3時間長、30数曲、エレアコギターオベーションレジェンド1767を駆使し、スタンディングで歌唱。客席の手拍子と掛け声を煽り、 その熱狂は、ロックロールのステージを彷彿させる。ほとんどが、山本の独演であるが、過去に、小原の子、笠原ひろ子、原吉江が、ゲスト出演した記録がある。東京、大阪以外の都市のカラオケボックス、特にジョイサウンドにて開かれるショー。場所によってはスタッフが同行せず、山本一人で現地に向かい、約2時間半、観客一人一人の、お好きな歌を歌唱する。 飲酒も自由であり、子供の入場を禁じないこともある。毎年末に東京・表橋の衝撃場にて開催される。1ステージ50人程度の観客に限定され、通常3日間、3ステージが上演される。初日に限り、クイズ、じゃんけん、あみだくじ、などでリクエスターが決定し、11分以内の曲を、その日の歌唱曲としてリクエストできる。2日目。 卓尾は舞台上に独特の商品が置かれ、それをオークションで落札した人がその日の歌唱曲としてリクエストできる。なお、オークションの売り上げの使とは未だ民としていない。幼少時から作詞作曲家、歌手を志しており、前期のホッピングなどの短編曲のほか、自身が結成したバンド用のオリジナル曲など、中学生、高校生の時期を一貫して、 作詞作曲活動に没頭し、大学生の時期には歌唱法も修練し、学園祭やプライベートライブへのゲスト出演を体験。同時にヒット曲を目指しての曲作りを開始し、デビューに備える。昭和49年の中日ドラゴンズの大躍進に乗じて発想し、創作。郷里の先輩の勧めで地元放送局にデモテープを送る。各放送局のうち、 中部日本放送が看板番組にて幾度もこのデモテープを放送し、間を辞せずに東方レコードより制作発売の申し込みがあり、これをもって山本正幸のデビューに至る。録音は歌手の都合でオケ、OK、を東京のスタジオでマルチ録音し、そのマルチ録音機ごとトラックに積載して夜中の東名高速を走り、名古屋 CBC の第一スタジオにて歌唱録音。 コーラスは急遽集合した中日球団ファイクラブの少年ドラゴンズが担当。萌えよドラゴンズのヒットを受けてデビュー前に友好関係にあった作家グループより連絡があり、新会社設立に参加するよう勧められ、株式会社魔人社音楽工房の役員になる。メンバーの作詞家の友人に日本放送参加の音楽出版社のプロデューサーがいて番組 オールナイト日本とつながり、小福亭鶴子王への楽曲を大学生時期に書きためた曲の中から選択提供。うぐいすだにミュージックホールのヒットを受けて大阪の音楽プロデューサーが魔人者を来訪。山本製作の60分のデモテープを回し、楽曲、哀愁のラブホテルを相田カンペイに提供することが決まり、以後のスケジュールを検討中にも回り続けていた。 オープンディールの最後の曲、開け、チューリップが流れ、その大阪のプロデューサーが立ち上がり、これや、と叫び、提供楽曲を変更。これもまたヒット曲となる。シングルレコード、うぐいすだに、ミュージックホールを制作したワーナーパイオニアのディレクターの、隣の席にいたリュウのコップロ担当のディレクターが、面白くて、かっこいいテレビアニメの主題歌をかける人を紹介してと、 相談したことから始まる。締め切り2時間前に魔人社の創作室で完成し、その足でワーナースタジオに向かい、竜のコップロ社長以下、歴歴たるスタッフの車座の真ん中にてデモ歌唱。社長の吉田達夫に喜ばれ、主題歌に決定。山本の歌唱楽曲のバックコーラスを楽しむ女性コーラスユニット。タイム母ンシリーズでの肝付き兼ねたとの交流が縁で、 当時創立直後のプロダクションバオバブ所属の声優を中心に立ち上げられた劇団ガラクタ工房の新人生から選抜。やっと出たまんの挿入か、空から歌が降ってくるでデビュー。常時7から8人のメンバーが待機しており、楽曲の雰囲気または録音スケジュールによって4から5人がスタジオに入った。タイムボカンシリーズの一旦終了後は、 ガラクタ工房新人生のメンバーたちは、それぞれの道を行き、人気声優として成り立っていった。その後メンバーは、新たに、プロダクションバオバブの養成機関として設立された、バオバブ学園の受講者たちから選抜され、山本のオリジナル曲や、球団応援歌などでその歌声を披露したが、リーダー川上智子の救世の前後に、メンバーは交代し、現在は、山本の弟子たちで、 主に構成されている。山本の歌唱楽曲でバックコーラスを楽しむ男性コーラスユニット。メンバーの詳細は不明。山本が一人七役で演じるクレイジーキャッツ仕立てのコーラス。山本が一人三役で演じるドロンボー仕立てのコーラス。山本正幸八十八山本正幸八十九少年の夢は生きている才能の宝庫ラーズショーのね。 今日来て才能の遺跡あの世の勝テ正サ天国演歌の、帝王桃の花座短編、山本正幸十九女神の自由十三の魔王、正しい未来才能の本能才能の楽園男に、咲く花ソロ引きの夜才能の熟成ソロ引きの夜、セカンドナイト飛行原理、ソロ引きの夜サードナイト1988年1月と10月に、上演された、劇団、山本正幸プレゼンツ。 の2公演の脚本を録音スタジオにて音声の未収録。涙のカレーライス、笑顔の林ライス、思い出のオムライス、府中鳥芋の美飼、下宿帳版歌、萌えよ、ドラゴンズ花火、ミルクホールワルツ、フットライト、駅アニメがなんだ、ゴーゴーイソちゃん、銀河シャンプーリンスが就職、明日から、よその人、金河号の歌、アジサイの花が色を変えた。 レモンクラブ、ババのよゆうた、黄昏ハイツ、グッパヤスー、アルト銀座のパキラツーボー険編、銀座のパキラ3新幹線編、銀座のパキラ4ニューヨーク編夕焼けの街、西木町小学校1年桜組、菜の花、ジジイの逆襲憧れの剣道志功路、アー時代劇、明治維新シンフォニー遥かなる、日本酒、ライス、王様のカツライス、羽ばたきのチキンライス、 花嫁チャーハンサスク花号の栄光通。ありがとうございます。